こんな素晴らしい肉があるとはほんまに思ってなかった。濃厚な味だと思ったんですけど、うん、これがイノシシの毛なんですね。今までの悪いイノシシのイメージをひっくり返して、平戸イノシシ、新感覚のジビエです。県の北部に位置する平戸市。海と山に囲まれた自然豊かなこの町に、2017年、東京の農業コンサルタント会社が事業所を設立しました。平戸ファクトリー、イノシシ肉を専門的に取り扱います。工場責任者の市山修さんです。ロースですね。ロースでバラになりますね。豚バラとかのバラの肩ロースですね。皆さんはイノシシの肉は臭みがあるというイメージがありませんか？でも平戸ファクトリーでは、捕獲した時に肉の扱いに精通した職員が現場に出向き個体を確認、衛生管理された自社工場でカット、検査、保存、販売までの一貫体制で、臭みのない今までのイメージを覆すイノシシ肉だと市山さんは自信を持っています。2018年度はおよそ850頭を捕獲・処理しました。衛生管理のもと安心安全に食べていただけるっていうことがですね、やっぱり最大の僕らの売りなんで、そこが今までとは違うところなので、しっかりそこはこだわってやっていきたいと思ってます。これがロースです。ロースやバラなど部位別に包装された商品には個体認識番号がついていて、メスかオスか、いつどこで誰が捕獲したものかなど追跡できるよう管理しています。イノシシ、田んぼや畑を荒らし農家を困らせ、今では住宅街でも見かけるいわゆる厄介者。平戸市では2018年度におよそ5000頭近くのイノシシが捕獲されています。田んぼや畑にはイノシシの被害を防ぐため防護柵などを設置していますが、農作物の被害はおよそ1600万円に上っています。水と米なんですけど、まあ、そこでイノシシが入ってですね、踏み倒したりとかで、収穫期には食害をこうしてから被害が大きくなっているところです。これまでは一部が食用として消費されていましたが、大半は殺処分して地中に埋め戻していました。しかし、猟友会員の高齢化などもあり、課題となっていました。捕獲した後の処理をどうするかということで、こう悩んでたところにですね、平戸ファクトリーさんがですね、進出していただいたおかげでですね、年間、650頭から1000頭の間にですね、処理してもらって、で捕獲者としてはですね、埋設作業が軽減されるっていうこと。従来害獣として扱われて埋設処分されていて無駄になっていった命を、意味のあるものに変えていって、人に喜ばれるものを作れるっていうのがやっぱりやりがいですし。恵比寿亭、あのミシュランガイドで紹介されるお店です。こんにちは。あ、お疲れ様です。あ、来ます。あ、すみません。ありがとうございます。これは最高やね。ご主人の南沢茂さんは、一昨年から市山さんが扱うイノシシ肉を使ってジビエのコース料理を提供しています。うわ、これシュウ君すごい脂、これ
ジビエとは狩猟で取る野生の鳥獣の食肉を意味する言葉で、ヨーロッパでは伝統料理として発展してきた食文化です。ロース肉 1.8 ミリに薄くカットして、素材の特徴を生かすしゃぶしゃぶでいただきます。昆布とカツオをベースにしたスープにくぐらせます。まず肉がしっかりしてますね、うん、濃厚な味だと思ったんですけど、うん、意外とあっさり、うん、さっぱりと、さっぱりとしてて、うんうんうん、脂身が美味しいですね、うんうん、これが自然界に生きる姿ですよ。厚切りのステーキ、これこれですね。これがイノシシの毛なんですねですね。硬くないです。はい、普通に、ほんと普通に食べれます。食べますね。南沢さんはこの道55年の経験からこの肉に太鼓判を押します。平戸のイノシシはちょっとよそのイノシシとちょっとレベルが違いますよね、うん、で臭くないもん。とにかくステーキで食べたの初めてです、うん、はい、だから可能性として、うん、結構あるんだなと、うん、そういう食材なんだなって今改めて思ってます、うん、平戸ファクトリーを立ち上げて2年が過ぎました。市山さんが手掛けるイノシシ肉は徐々に知られるようになり、関東や関西のフレンチやイタリアンなどの高級レストランに販売しています。去年の暮れにはイノシシ肉を使ったソーセージやハンバーグなどの新商品も開発し、一般の消費者にも提供できるようになりました。地元の子どもたちだったりとか、食育っていう面で、地元で採れたイノシシなんだよって、これが命をもらって食べれてるんだよっていうような食育として伝えていきたいですし、それは商品を買っていただくお客様にも、やはりこのイメージ、今までの悪いイノシシのイメージをひっくり返して、平戸っていう土地にですね、イノシシを食べに行こうって、あそこには魚がうまいし牛がうまいしイノシシもうまいんだと肩を並べれるようにですね、イノシシがなっていけばなと思ってます。イノシシ肉で平戸から新しい形の食文化を発信、市山さんの挑戦に期待がかかります。